おはようございます。今日はこのような線路を描いてみたいと思います。まずはですね、塗りなし、線なしにします。次にペンツールなんかで線を描きます。塗りなし、線なしなので、一見何も描かれてないように見えますが、アウトラインで見るとパスはきちんとあります。で、このパスだけの線を選択し、アピアランスパネル、ここで、線を2本作ります。新規線を追加で1本。新しい線ができました。そしてもう1本線を作ります。これで上の線1本、そしてその下の線1本と2本の線ができました。まあ、2本の線といいますか、1つの、ね、1本のパスに2本の線が乗ってる状態ですね。そして、その2本の線のうち下の線を塗り黒、線幅を2ポイント、そして上の線、こちらを選択して、で、上の方は線の色を白で、線幅を1ポイントとします。そうすると、先ほど書いたパスがこのようになります。次に、この、上の白い方のラインですね。アピアランスパネルで言うと、こちらの線の方になります。この白いラインを破線にします。アピアランスパネルの左側にある線というところをクリックし、線パネルを出します。破線にチェックを入れて、線分を2ポイント、間隔を1ポイントとします。ちなみにこの線分というのは、この白い一本一本の破線の長さのことです。例えば線分を今2ポイントとなっているのを3ポイントとすると、3ポイントの線分、つまりこの白から白までのこの距離が、ね、その分長くなります。今5ポイントとしているので、5ポイント分の長さになっています。じゃあこれを2ポイントに直します。で、この間隔というのは、この白の終わったところから次の白の始まりまでのここの間隔の距離ですね。そこを示してます。この間隔を大きくすると、このように白から白までの距離が長くなります。この破線ってすごくいろんなところで応用聞きますんで、どうやったらどうなるかっていうその原理を知っておくと、すごくね、後で素材作りの時に役に立つと思います。で、もし設定によってこの四角がうまく作れない時は、ここをちょっと見てやってください。先端のところがですね、今、バット先端になってます。バット先端の場合は四角い破線になります。これを丸型にしてみると、角丸の破線になります。で、突出先端にすると線がこのように連結されます。うまくいかないなと思ったら、
先端の形状を確認してやってください。はい、ではバットセンターに戻しておきます。で、今、この線路のアピアランスが完成しました。はい、せっかく作ったので、グラフィックスタイルの中に登録しておいてください。この線路を選択し、グラフィックスタイルの中にドロップします。はい、登録されました。この状態でペンツールなんかでこういうふうに線路を、ね、書いてやることができます。アピアランスは1回作っておけばグラフィックスタイルの中に保存できて、後で何回でも使えますので、ね、すごく制作コストをすごく抑えることができます。じゃあ今日は線路の書き方でした。